札幌市交通資料館は北海道札幌市南区にある札幌市交通事業振興公社が運営する鉄道保存展示施設であり札幌市営地下鉄南北線自衛隊前駅の南側高架下に設けられている屋外では過去に札幌市を走っていた地下鉄、市電、バス車両の保存、展示があり屋内では市営交通年表や路線変更図 未来図、写真、昔の運転手の制服、電車系統版、パンチ、レールなどの部品など、馬鉄、電車、地下鉄車両などの模型、札幌市内交通機関の各乗車券など、その他各資料を展示しているほか、グッズ類の販売も行っている。このほか、新中軍払い下げのレッカー車やトラック改造の、河川作業車などが展示されていた。 また保存車のうち路面電車は、初期は D1041 と除雪車を除きバスなどと同様に、降下に対して垂直向きに置かれていたが、後に向きを整理して全車が降下と平行の向きとなった。かつては札幌雪祭りのまこまない会場に近かったことから、雪祭り期間中も開館していたが、まこまない会場を閉鎖に伴い終了した。開館日は、 上記の通り限られているが、屋外展示車両については、並行する道路より、フェンス越しに、いつでも見ることができる。ありがとうございます。